スナビィーは、アルジェリアのアルジェ、ルイバ工業団地に本拠を置く、貨物自動車とバスの製造開発を行う企業。またトラックやバス以外に、消防車、軍事用トラック、特殊車両の製造と開発も行っている。スナビィーは、ソナコムの子会社となる。1967年8月9日、フランスの自動車メーカーであったベリエの、フランス統治時代の工場と設備を継承し、 フランスの政府命令67から150によりアルジェリア政府によって設立される。2011年にはアフリカ諸国や中東の一部地域に対し2007台の車両の輸出実績を残している。スナビーは1980年のパリナカルラリーのカミオンクラスに初出場しており、大型トラック3台でエントリーし、優勝3位、4位の成績を残している。 K120B260 をベースに製造された消防車 TB400 サファーヌミジア M350 トラクター全輪駆動車。ありがとうございます。